いやー、明けましておめでとうございます。刹那圭介です。2020年も始まってもう4日が経ちました。収録日は1月4日です。やっぱ年末年始って言うたらね、やっぱ開封動画だと思うんですよ、福袋の。なんでね、リクエストにあったんですけども、ポケカの福袋をやってほしいですっていうリクエストがあったんで、地元の店を探ってポケカの福袋見つけてきたんで買ってきました。こちらです。某リサイクルショップで買った福袋、1袋5500円だったんですけど、それを2袋買ってきました。なんか見た感じサイズ小さいなと思うんですけどね、これあれかな、中にシングルカードがたくさん入ってる感じのやつかな。5500円分のシングルカード、え、何も入ってないで、はぁ、もちろん冗談です。というのもね、なんか買った瞬間にあのレジの おばさんに言われたんですよ。あの中に引換券があるからここで開けてくださいみたいな感じ。えって思いながらね、あの帰ってカメラ回しながら開けようかなと思っとった俺としては、えって思ったんですけどね、まあ引換券がけん、まあしょうがないかと思って開けて、で中に入っていたのがですね、あのゲームソフトのパッケージが一つ入っとって、その中に引換券が何枚か入っとるっていうシステムで、あここで開けてその場で引き返してもらうタイプの福袋だったんやなと思いながら、やけんちょっと動画にするんだったら福袋を開けるところを見せたかったけん、あれって思ってしまったんやけど、そしたらね、あのその引き換え券を見て、そのレジのおばさんが持ってきた商品がね、こんな感じになってるんですよ。俺はぁって思ったね。いやでさ、引換券を見て商品を出してどんどんねレジの棚台の上に並べていくんですよ、この箱たちを。ってなってまず整理、説明していこう。まずこの一番プレミアムな感じのやつか、プレミアムトレーナーボックス、名前の通りだこれね、ちょっと前に12月に発売されたんかな。どんなもんかと言いますと、まあ、知っとる人は知っとると思うんやけど、内蔵してるのがこんな感じ、見た感じ。のね、中になんか基本カード、あのどんなデッキでもこれは入れておきたいみたいな基本的なカードが158枚、33種類を158枚入れとんと、あと拡張パックってことで、あのソードとシールド、前シールドの方を15パック回復したけど、それがソードとシールド10パックずつ入っとるらしい。それとダメカウンって言って、あのポケモンのダメージをカウントするための、ま、置物みたいな感じだと、あとコイン、あとまあこんな感じで、これ自体があのカード入れにもなるみたいな感じになるんですよ。これがあの公式サイト見てみたら、だいたい5500円ぐらいの商品なんですけど、これが入っとったんと。2つ目、このザシアンザマゼンダボックスってやつがあって、これが発売されてまだ10日ぐらいしか経ってないみたいなんやけど、これがだいたい1500円かな。内容はこれはパックがソードシールド3パックずつになるんかな。あ、こっち書いとるな。あ、3パックずつや。とカード27枚、ここに固定のカードがあるんやない。内容が完全に決まっとる固定のカード、これは鋼タイプのカードと、ちょっとサポーター系のカード、あと基本エネルギーで鋼のエネルギーが15枚で全27枚、これが固定で入っとる。パックも入っとるのがすごいよね。これがあの1箱で1500円なんですけど、それが2箱、もうこの時点であれか、ザシアンとザマゼンダがこれで1枚ずつ入っとんで2枚ずつになるわけじゃん。すごない、伝説のポケモン2枚ずつに入ったってことやな。3点目、
これがあのエクストラレギュレーションボックスって言って、なんかポケモンカードゲームってあのスタン落ちっていう言葉あるんですよ。なんでも長いこと発売して長いこと経ったパックだったら、あの最近始めた人と昔から始めとる人じゃ、あのカードのたくさん持ってるあの質の量、種類の量が結構差が出るんで、大会では最近のカードしか使えないのと昔のカードも使えるのに種類分けられとるんやけど、こっちのエクストラレギュレーションっていうブラックホワイト XY シリーズのカードも使っていいっていうカードブールの大会に対応するために、その XY ブラックホワイトでなかなか強かったカードを固定で入れてくれとるみたいな、つまり最近初めてもその XY ブラックホワイトを使える大会にのプレイヤーにも追いつけるようなカードがたくさん入ってますよみたいな固定のやつらしい。これも内容固定らしいけど、これが手に入った、確かこれが4000円だったかな、公式サイトには。あとはこれが11月の後半に発売されたスターターセット、5種類発売されたよね、スターターセット V っていう5種類で、どれもあのタイプ別に分かれとって5種類なんやけど、これの格闘タイプ1つ、炎タイプ1つ、草タイプが2つ、なんで草タイプかもう一回ダブったんで、それぞれがあの1500円がかける4個。あとこれカードじゃないんやけど、カードの周辺の道具としてアイテム、ポーチですね。なんでもここにある通り、あの別売りのカードケースが2つ入るサイズのやつらしくて、デッキケースが2つ入るらしくて、こんなんもついとったんですよ。これが2500円。これもうこの時点で2万超えとるわけですよ。もう元を取っとるどこか2万円超え、倍近くの商品が手に入ったってことになるわけだよね。とんでもねえわバカじゃねえの。だいたいさ、新しくポケモンを始めるんだったら、このこういうスターターのデッキ1個に、このトレーナーズプレミアムトレーナーボックスっていうね、いろんな基本カードが手に入るやつ1箱、とりあえずこの2つ買っておけばだいたいいけるみたいなところがあると思うよね。あとお好みでパックを何パックか買うみたいな、もうこれがあればもう十分初心者でも始められますよみたいな内容なのにさ、そこにさらにプラスでこんだけついたわけやんけんさ、1万1000円って決して安くない値段やけど、これは爆ワードだった。なんなら5500円の1個1袋だけでも十分やっていけるぐらいの内容やっとったんじゃないかな、この福袋やばいな。これスライドさせて開けるよな、これ。こうか。でもって、どうってどうや、こうか。こう開くんじゃ。あ、まだなんかある。まだなんかこんなんがある。引っ張り上げるん、これ。こうか。こんな感じで入っとんじゃ。あ、めっちゃぎっしり詰まってる。これがパック。これはおなじみっていうか、この前の触ったな。この手触りちょっと懐かしいです。これがエネルギーカードか。これがダメ缶入れ、多分コインとかも、コインこっちか、コインとダメ缶がこれで、それを入れるケースがこれ、ちょっと便利な缶に入っとる。これがトレーナーズっていう、まあお助けカードみたいな感じやな、ポケモン界でいうが、基本カードが2種類、2枚ずつ、全種類2枚ずつ入っとって、こういう感じで万能カードが揃ってますよって感じか。これは何なんだこれ。
中に似たよ、なんかえらいでえらい真ん中寄ってる。端の方ちょっとつかつかないやな中にさっきと同じような感じでパックが入っとるのと、これは何？あ、こんな感じで紙で説明があるんじゃ。でこれがメインのカードに、ザシアンザマゼンダイが入ってる、こんな感じのカード。ここにザシアンがトップについたんだな。もう完全に V じゃないんやけど。じゃあ今回はこのスターターセットとこっちのエクストラレギュレーションボックスの方は内容がちょっとね固定なんで、まあ、調べればネットでバンバン出てくると思う。内容入っとるもんがもう決まっとるもんなんで、この動画での開封はちょっと割愛させてもらいます。内容が固定なんでね、ワクワクせえへんのよな。それよりもさ、他のやつのボックスに入っとったこの16パックずつをちょっと開封していきたいなと思います。こっちはまだワクワクする。シールドやってさ、まだあのマリーちゃんはこの前1枚手に入ったけどさ、あれ確かウルトラレアだったっけのバージョンのも入っとんよな、マリーちゃん。それにまだザマゼンタの V も手に入ってないし、こっちなんかまだ開封してない未知の領域やけんな、ソードの方に関しては。これは楽しみやけん、ちょっと今回の動画で開けますわ。よっしゃ。じゃあね、まだ回復したことないソードはちょっと後に取っておくとして、まずはこっちの前にもやったシールドの方を16パック開けていきたいと思います。もうこれ開けたことあるけんね、ちょっとトントン拍子に行くよ。サムラ、レドームシ、ジグザグマ、ウヨと、後ろ下の方でなんかキラキラしてるのが見えたよ今。タチフザグマか、お前は見たことあるわ、お前は前見たわキリキザン、ヒバニ、スナヒビ、オーロラエネルギー、ラビフット、ハリーセン、なんこれ、バイウール、エビバラ、ドサイドン、はい、初めてのやつ、初めてのやつじゃ、初めての俺や、ドサイドンと、塩したもん、ドサイドンか、これはなんだ、サイドンとサイフォンから2段階で進化しなあかんのか、ちょっと手間かかるな。その代わり抵抗力を計算しない岩石落としとダメ感が乗っている、お互いのベンチポケモン、ダメージが入っとるベンチポケモンにもダメージが60ダメージも入るんじゃ、結構全体攻撃なんじゃ、逃げたポケモンにも容赦ないんだな。お兄ちゃん、私からが、ササスキンとイオブルメダル操作、サイホーン、さっきのやつの進化系になる、進化元になる、クチーと、イメンカ、来たー、来ました、ザマゼンダーです。来てほしかったやつ、ザマゼンダー V です。何せ当たったよ。さっきさ、ザシアンザマゼンダーのボックス当たけんさ、それでデッキ組むときには絶対入るやつってことにあるね。なんこれ、相手の VMAX ポケモンからのダメージ全然受けんのじゃ。何それ。相手の VMAX 止めれるんやな、これで。それとアサルトタックルで、相手の特殊エネルギーか、オートラッシュできる。で、130というそこそこ手頃で、草タイプのダメージをマイナス30できる。なかなか強そう。と、ドラピオン。ザマセンダーだった。ユキハミ、ホーホー。ユンナ、オボンの実、ガラルマスグマ。この辺は分かるわ、知っとるわ。バイユール、チョンチ、ヒメンカ、モルペコブイ、お前か。また綺麗なネズミ出てきた。エルダのスタッパー。ボックスの基本カード手に入って、それでいてこのパックのレアカードも入っとるってさ。もう相当じゃない、相当アドとっとんじゃん今の時点でも。ただ
福袋で買った分の倍の商品が入っとるだけじゃなくてさ、こういうとこでもすでにアドが手に入っとるっていうね、もう言うことなし、もうこれでポケモンカードデッキ作らんかったらお前バカじゃないってエースバカ出てきたね。これは前にも見たことあるわ。わ、なんかちょっとキラキラ見えとるぞ。ちょっとはみ出しとったらお前、まあなんかあるん。この次がな、これ、あーお前か、どうでもいいや。そうそう、スコルピーガチカジリーまで、なんかカミカミやな。沢村、ポニータ、私からが、あー闇闇 V、 ちょっと待って、 V3 枚目、これ3枚目や。これしかもダブルレアじゃん。闇タイプ、闇タイプじゃなくて悪タイプ、闇タイプなんかない。鉱脈探し、トレーナーズ相手に見せて手札に加える、トラッシュの中からトレーナーズか。ってことは結構優秀なトレーナーズを使い回せるってことか。手札に加えてそのまま使ってもいいってことやろ。これは強いな。トサンキンとサイホーン、クチーとオボンの実、ルラビオン、キメンカ、ユキハミ、ほうほう、やれうたん、お前は別にいいよ、もう。あとカジガメ。やれうたん推しなんなんこれ。サムラ、ハリステン、ポニータ、ドサイドン2枚目、ドサイドンもまだ来た。ちょっと待って、さっきあれよあれよあれよ、スターターでさ、格闘のあれがあるんよ、これ。これに十分壊れるかもしれない。でもあれか、ドサイドン入れるんだったらサイドンとサイホーも入れなあかんけ、ちょっと枚数的にどうなんかなって感じにはあるけど、割とジナシーはあるんじゃないかな。同じソードシールドのブロックのパックカーだったらそういうこと地なし考えられとると思うんやけどな。ジグザグマ、アズマオ、エドオムシ、サイドン、ムシャーナ。サイドンって割と出てなくない？サイドン1枚しかないような気がするんやけど、今のところ。わっ、サイホーンは3枚あるけどサイドンが1枚しかないで、サイドンちょっと枚数足らんわ。ちょっとドサイドン入れるんだったらあと2枚、1枚か2枚は欲しいよね。ではちょっと未開の地ソード編も入っていきます。ソードってさ、確かあの、まあザシアン V はもちろんないけどさ、ポップがあるんよな確か。シードでいうマリーの枠にホップがおるんよな。あ、マリーの枠はホップじゃなくてあれか、ビートか、ビートがおるんよな。ビートもウルトラレアあるんじゃなかったっけと確か俺があの前の生放送でポケモンソードをやった時の手持ちでアーマーガーがさ、よう使いよったけどさ、視聴者さんの名前つけてカイロードって名前にしたけど、確かソードにさアーマーガーおったと思うよな、収録されとったと思うよな。ちょっとそれも狙っていきたいです。一泊目、これキングラー、ロゼリア、ロゼリアここに入っとんじゃと、テッシード、パルスワン、あ、犬ヌワの進化じゃない、絶対パルスワンの進化前、犬ヌワンだろう名前的に、お前。それでワンパッチパルスワンやけど、犬ヌワンで鳴き声取ったらさ、どう考えても犬ヌワンで名前間違えて覚える人おるわなって話になるよな。どう、ロドム自転車、これも初めて、パクっていうかさ、素晴らしいよな、ドキドキする。ヤバッチャ、こんなヤムチャみたいなやつおらん。マラカッチ、クスネ、ジメレオン、御三家の第一進化目のやつと、ロズレイド、ロズレイド来た。ロズレイド好きなんよな俺、草タイプの中で一番好きなポケモンロズレイドか。いや待てよ、え、樹海の方が好きか。けどあれやけんな、俺生放送の手持ちで、生放送のさレギュラーの手持ちにロズレイドおったな。結構ロズレイド好きなんよな俺。
これ、ここからナットレイメッソンインデレオン、北御三家の一番最後のシンガー、どんな感じの裏工作っていう特性で、手札から出して進化させたら自分の山札からトレーナーズを手札に加え、なるほど、裏工作じゃん、名前の通り裏工作だよ裏工作のようなのにさ、相手に見せなあかんのやな、裏工作で裏になりないわで、ビート、あ、ここでビートできた。ビートってなんなん、自分の手札から基本エネルギー、あ、ベンチポケモン限定とはいえ一旦に1枚っていうのを2枚目作れるってことか。そうだ、4パック目、サルノリが来ましたね。ここでゴース、これはマンタイン、チラチーのゴーソ、わー、イヌヌワン来たよ。ここでイヌヌワンがこうやってバチバチってしてあんま強ないんかな相手のバトルポケモンとベンチを入れ替えるのがちょっと鬱陶しいな、これ鬱陶しいな、割と戦闘力としては強ないんやけど鬱陶しいカードやなこれモラカッチ、叩っこ、アーマーガーここで来ました。あー、これ来た、アーマーガーってさ、ガチポケっていうか中ポケって言われるよな、素早さ高いその割には硬いんよな、確か黒髪の翼で、このポケモンのエネルギーをトラッシュした場合次のターンにダメージ、受けるダメージがマイナス100され、マイナス100ポイントされる。あ、硬い部分がさ、ここでちょっと能力で出とんやな。はい、チラーミー、サルノリ、ナットレイ、ラプラス VV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 
これもやばそうなやつよ。ウェーブバックっていうやつで、自分の手札から水エネルギーをこいつにつける。でベンチポケモンと入れ替えなあかんっていうあれはあるんやけど、それと水エネルギーを2個手札に戻さなあかんけど、210の効果力オーシャンループ、ちょっと癖があるんやな。とラムの実、ラムの実なんだこれ。特殊状態ならそれを回復してフラッシュ、あ、とりあえず自陣につけておければその特殊状態を何でも直せますよみたいう、結構便利なカード。確かゲームでもあの状態以上何でも直せるみたいな感じのアイテムだったよな。ラムの実持たせとったら自動出たんだっけ。で対戦用のポケモンに用持たせることが多いやつよな。ヤトウモリ、なんこれ、こんなポケモンおったん。ヤジロン、キングラー、チラチーノ、チラチーノさっきからよく見る。そしてロトム自転車は結構万能やけん、2枚目ありがたい。どんどん行こう。エンニュート、こいつこんなポケモンおったん。グレッグル、マンタイン、ガラルのニャイキングがここで来ました。全然ちゃう、ニャイキングって。あ、そうかそうか、ニャイキングやけんな。ニャースの進化ってペルシアンの派手のにさ、ペルシアンと全然違う方面に進化したもんなこれ。鋼タイプやけんワンチャンザシアンザマゼンタのデッキに入るんか。デザルクローって70ダメージ、あんまり使って70ってちょっと微妙かな気もするけど、鋼ポケモンが使う技の相手のポケモンのダメージが20、ポケモンこのポケモンがいる限りってことはベンチにおってもかな。あ、だったら別にバトルポケモンじゃなくてベンチにおればとりあえずいけるみたいな感じのポケモンか。あ、そういう意味じゃちょっとなかなか火力上げるにいいんか。なるほどね。このグレッグルね、あのゲームプロジェクト夢咲部長がねよくモノマネするしさ、当時初めての動画にもさグレッグルしそうになっとったよね。もうさモノマネしますって言った瞬間でね、みんなそれやるんだろうなと思ったら案の定やりやがったね。で止められたね、ミリアちゃんに。まだまだあるよこれ。ここからはあれか、アーマー川にたどり着かなあかんけん重要なカードやな。メッソソーナーズ V 多いな今回。結構 V 手に入るな今回。そりゃ32パックやけんさ、何枚かあるだろう。そりゃ V は今回の V はそうなんです。エスパータイプ、
乗ってるダメ感を全て乗せ替える。あ、これなんかとある YouTuber さんの動画見たな。あと普通の釣り竿、普通の釣り竿も何もさ、ソードとシールドって釣り竿1種類しかないんやけどな。ゴース、チラミ4枚ぐらい手に入っただろ、すでに。パチンキがあったり、すごい傷薬、普通の傷薬は120も回復すんの、これ。ただし、エネルギーを2個トラッシュしなければいけない。うん、すごいんやけど、対価がすごいわ。対価もすごいわ。ニャース、ガラルタイプ、グレグル、クラブ、ラムの実、フォックスライ。ロゼリアが2枚目かな、これで。テッシードも2枚目ぐらい。青ガラス、あ、中間のやつやな。アーマーガーのシャツって、ダダーリン、ほんまに V がたくさんある。あれ V 全部コンプした可能性。あ、コンプはしてないな。ザシアンがまだ出ないけんコンプはしてないけどさ、ザシアン以外全部コンプした可能性がなくはないような気がする。カードリスト頭には入ってないけんわからんのやけどね。もう大体の V 揃った気がする。今なぜだろう。なんこれ、草タイプやな。ちょっと待って、さっきも言ったけどさ、草のスターターセット2つあるんですよ。もういいカードできますね、これ。いいデッキできますね、これ。相手、前の相手の番に技のダメージで、スターポケモンは気絶したら90ダメージ。あ、カウンターができるんやな。カウンターで120ダメージをエネルギー1個でできちまう。それとギガハンマーっていうエネルギー3個の割にはダメージが200ってでかいが、連発でギガハンマーは使えないと。ちょっとこの辺が面白そう。風船、これゲームだったら1回だけ地面タイプの技効きませんよみたいなやつがあってな。逃げるのエネルギーが2個分少なくなるけん逃げやすくなる。しかも逃げたからといってなんかデメリットがあるわけじゃない。いつでもでも使えますよみたいな、つけっぱなしにできるみたいな感じ。エンニュート、マジンウニ、ナットレイ、ゴースト、すごい傷薬。あ、何気にナットレイってほぼ鋼タイプやけん、あれか、さっきのザシアンのダマセンターのデッキに入る余地があるんか。コイン3回投げてそのかけるのダメージ、場合によってはゼロもあるけど、逆にダメージが高い場合もあると。それとエナジースラップっていうんで、ポケモンについてるエネルギーをベンチポケモン1匹につき換える。あー、つまりこれはもうダメやな、このナトリダメやなって時にはベンチのザシアンザマゼンダに移し替えることでどうにか次につなげることもできると。これ面白いぞ、これ面白いな。クスネ、キングラー、ニャース、バジンキー、シンクの子、グレグルークラブ、ロゼリア、ホットです、フォックスライ、ラゾ、テッシード、青ガラス、エンニュート、わー、最後の最後で来ちゃったー、来てしまいました。ザシアンの方の V が来てしまいました。大きな重り、最後の最後でサプライズ。不動の剣で、使ったらその他にはもうターン終わってしまうんやけど、自分の読むと上を3枚見て鋼エネルギーを好きなだけこいつにつけられる。そしてそれ以外のカードも手札には加わる。恐ろしいな、このカード。で、ブレイブキャリバー、次のターンで技が使えなくなるが230の効果力技、えぐいわえぐいわえぐいわ。というわけで、なんと今回、ソードシールド16パックずつ開けたっていう結果になったんやけど、その結果、V ポケがね、ほとんど網羅されてしまったというか、過言ではないね。逆に当たってない V ポケって、カビゴン当たってないな。確かカビゴンの V があったと思うんやけど、VMAX がカビゴン。あ、そうか、でも、
VMAX ポケモンが手に入ってないんか今回。VMAX が全然入ってなかったな逆に。V は入っとったけど VMAX も、そうやな。で、V で手に入ってないのはカビゴンか。カビゴンは V と VMAX 両方ともある。てか VMAX あるやつは V あるか。ってことは VMAX が手に入ってないよな逆に。そこまではいけんかったけど、でもね、V がここまで当たるだけでもね、もう上出来な気がする。VMAX ってどこまであるんだろう。この V があるやつはその上の VMAX は絶対あるんかな。ちょっとカードリストを把握しきれないんやけど。何にせよさ、ザシアンとザマゼンダがさ、こう出てきてしまったのはもうえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、よいよいよいやもんね。うん。何だってさ、ザシアンザマゼンダボックスをさ、2箱手に入れた上でのこれやけどさ、もう鋼デッキ作れって言われてるような気がするわ。うん、鋼デッキね。というわけで、まあ、1万1000円の福袋が、あ、5500円の福袋2つがこんなに化けてしまいました。これあっていいのかと。これはもうあっていいことなのかというような状態になってしまいました。どうぞ笑ってください。もう笑ってね、新年終わらせていきましょう。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。週明け。